総合です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、初詣に来てまして、場所はね、有馬温泉の温泉街に来てます。この先に温泉神社が東泉神社っていう神社があるんで、おおそこでねお参りしたいと思います。じゃあ行きましょう。バスに隠れてる間にみんな普通の人になってしまってたわ。残念。街並みに、なんか坂があるのは温泉街っぽいってブラタモリって言ってたで昨日見て昨日これが何だったっけ、有馬本温泉、金泉と銀泉があるから、うん、金の湯、ここが有馬で一番有名なやんな、一番有名な温泉、金の湯日本最古の温泉らしい。詳しくはちゃんとどっかで調べて、石焼きの店ある。あ、山椒屋さん、またおった。お有料なんや。靴有名の？あ、これが銀の湯か、こっちがさ、いつも行くとかね、これ銀の湯、寺田町って、これ、何やった書いてたよ、一番最初。うん、炭酸せんべいのお店、炭酸せんべい、
これが炭酸の宣言。何やろ、日本第一なんやらかんやら。これが飲めるやつらしいよ。うん、すごいね、鉄分の味がすごいするね。この炭酸泉に砂糖を入れてサイダーとして飲まれていましたとのことですまあそんなに美味しくないかな、これは有馬稲荷神社、また別やね。うん、はい、近道発見。間違えたのかな、ひょっとしたら多分間違えてない。綺麗し、もう人通った形跡がないよ、ここは。温泉神社って何回か来たことあるんやけど、いつも下からね、すっごい長い階段上がってきてやっとたどり着く神社なんやけど、なんかこのすごい険しい山道を登って降りてきたら、なんでか知らんけど裏側にたどり着きました。温泉神社のね、こっち裏、この先行くともう神社があります。ちょっとなんでやろ、なんでこんなことになったんやろ。うちの奥さんもね、初めてらしいです。
結構寒くなってきたね。時間がお昼まだ今何時よ。あ、12時ぐらいやねんけど。もう、ありがとうございます。まんじゅう。うん。あ、こ、おいしい。あ、なんか来た。今日はですね、初詣に来てみましたっていう動画でした。本日の動画は以上となります。この動画良かったなと思っていただける方いらっしゃいましたら、高評価ボタン、またチャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。それではまた次のお料理とは Vlog でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴムビー、ゴーでした。ありがとうございました。